ういこんちゃーす。今日はコンビニ前でただただタバコ吸うだけっていう動画です。クソ弱動画かもしんない。いやーもう年末ですね。1年早かったわ。皆さん年末どう過ごすんすか？俺は絶賛帰省中なんですが、京都楽しんでます。あんま帰られへんからね。ちなみに年末関係ないんやけど、チリングアウトっていう、あ、ごめん間違えた、チルアウトや。チルアウトっていうジュースと、あとインドネシアのタバコ吸ってますね。この両方正直嫌い、美味しない。インドネシアのタバコもフィルターなんかめっちゃ甘くて、海外のキャンディーみたいな味してまずい。でチルアウトは、あ、なんかようわからん味してたな。とりあえずあんま好きじゃなかった。嫌いなもんかける嫌いなもんを動画のためだけに辛抱して体に摂取してる動画っすね。ほんでまあ話戻るんやけど、今京都帰ってて、大晦日初詣行こうかなと思ってます。俺いつも行ってんのが奈良の春日大社ってところに行ってて、まあどこかって言ったら、分かりやすいのが奈良公園、鹿がおるところ、あそこの神社に毎年行ってて、今年も行こうかなと思ってます。ただあそこすごい大きいから人めちゃめちゃ多いんよな。やからお参りするまでにくっそ時間かかんねんな。まあそれが良かったりもするからな。夜中に大量の人間が出歩いてひしめき合ってガヤガヤしてる感じ、なんかすごい年末感感じて割とワクワクして好きっすね。で店も出てるし。で去年も行ったんやけど、去年はまだコロナでみんなマスクしてたりしてたんかな。マスクした上で参拝のためにめちゃめちゃ人並んでて、でまあもちろん俺も行ったからにはそこに並んで、で1時間ぐらい多分かけてお賽銭入れたんやけど、まあお賽銭入れるからにはやっぱ何かしらお願い事するわけで、ちょっと正直去年何のお願いしたかなんか覚えてないんやけど、とりあえず健康に過ごせるようにとかは多分お願いしたんかな。あと何やろな、お金いっぱい入ってきますようにとか、そんなもんなんかな。ちょっとお願いしといて無責任なんやけど覚えてないな。ただなんかタバコはずっと吸ってたから、肺がんであったりとかそういう重い病気だけはせんようにみたいなところはお願いしたかも。でそういうお願いしたにもかかわらず2日3日後コロナかかってるっす。おかしいやん、おかしい。でもまあお賽銭5円とかしか入れてないしな、多分入れたとしても50円、それじゃあ効かんわな。こんなもんこすり倒された話かもしれんけど、たかだか50円とか5円とかその程度の金額で何百人何千人ってお願い事されてもね、神様の立場になったらえげつないことしてんなってじっくり考えたら分かることやんな。まあでも今年も春日大社行って同じように健康面もう一回お願いします。特に肺がんとかそういうのはもうほんま勘弁してって、それだけは勘弁してってちょっと強めにお願いしとこうかな。で今年は500円とか言おうと思ったけど、やっぱ50円にしよう。気持ちやからこういうの。あとは健康面以外でもしれっとお願いしようと思ってんのは、この YouTube が来年は爆裂に跳ねて収益化まで一気にいけたらなって思ってるんで、お手伝いお願いしますっていうのはお願いしようと思ってる。まあこれは神様に向けてお願いしてる風に言うたけど、皆さんにもこっそりお願いしてる気持ちあるんでよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はそんなとこっすかね。チャンネル登録と高評価とコメントほんまお願いします。ほんまに。ほなまた。